えどうもこんにちは、か本とです。えー、今回ですね、えー、このーまあメールマガというかね、えー、まあこのメールマガですよね、に登録していただいて誠にありがとうございます。私はですね、Mr.M っていうね、まあ、自分のネットネームなんですけども、えー、本名はね、川本真っていう名前で、まあ、現在23歳で、まあ、これを見ている時はどうなってるかちょっとわからないんですけども、まあ、年齢を取っているわけですよね。まあ、自分で株式会社フリースタイルという会社をね、まあ、経営しているものです。で、まあ、 まだいきなりこれを見てねっていうかお前誰だよとかねん,なんかこう寝癖ですかそれとかまあこれはあの僕のヘアナイスなヘアスタイルなんですけどもとかねそうこうどこだよとかねいろいろ疑問が感じると思うんですよねで、まあ、いきなり僕がこう年賞がね何億ですとかうんなんかこう自分がねこういうことやってきましたとかっていう自慢をしても多分あなたはわからないと思うんですよねいくら僕が自分のことを自己 PR しても気持ち悪いと思っちゃうんで 僕が今からお話ししていく内容とかこれから配信していくものっていうのを見てみてねそれで、まあ、判断してみてもらえたらなって思いますだから僕もやっぱり初めましての人にこう急になんか信頼することって無理だと思うんですね物理的にやっぱり何回か見てその人の誠実性だったりとかうん何て言うのかなそういうのをいろいろ見てなんかこうあこの人ってこういう人なんだとかっていうのが分かると思うんで、まあ、そういうのをね是非見てみていただけたらと思いますで、 一つね、これちょっと動画せっかく見てくださってるあなたに、まあ、プレゼントというかねあれがあるんですけども、まあ、今回ねメルマガに登録してくださった方にそのプレゼントっていうものがあってねセルフイメージのその、まあ、セルフイメージっていうものに関するレポートとブレインドアップメソッドっていうレポートがあるんでね是非それを、まあ、あのゲットしてもらいたいとていうか、まあ、メルマガの、まあ、この下の僕のこの動画のメールに届いてるんで、まあ、それを是非ですねあの ゲットして、て、えー、それをね、ちゃんんとやってもらいたいたですよね。で、まあ、どういう内容になってるかっていうと、まあ、セルフイメージっていうもの、うん、っていうものと、えー、ブレンダン・ペソドっていうものなんですけども本来は、えー、ただのねあななたたが見るだけの、まあものもにしよよ。うかっって思ってたんですよ僕自身も、まあ、今自分でねたまにセミナーとか行ったりしてるんですけども、あのー、人が一番変わる瞬間っていうのはアウトプットしてる時なんですよねこれ是非覚えておいてもらいたいんですけども。 でだから例えばどういうことかっていうとあなたがいくらこう本を読んでも何も変わらないんですよあなたがその本を読んだりとかねセミナーに出たりとかしてそれで実際に行動した瞬間っていうのに人は大きく成長するんですよ例えば恋愛のメソッドを学んだそしてそれをあなたが実際に実際実行した瞬間にあなたは進化するんですよあうまくいったそっか俺ってできるんだって気づいたりとかあ逆にちょっとあこれはちょっとダメなんだって気づいたりとかそういう経験があると思うんですよねであなたも例えばこう友達にね 小学校の時とかあ、そういう経験があったかもしれないんですけども、友達にテストの前にね、ここ教えてくんないとかって言われて、それを友達に教えてるうちに、ね、あなたがどんどんこう気持ちよくなったりとかね、楽しくなったりする経験があると思うんですよ。そう。で、ほとんどの人が今の時代っていうのは、まあ、これ今ちゃんと理由も全部説明するんですけども、情報降水症候群っていって、いわゆる情報を浴びしすぎてるんですよね。うん。で、昔っていうのは、例えば平安時代とかね、その、まあ、だいぶ昔ですよね。昔っていうのは、 情報がなかったわけですよね。なかったっていうのはどういうことかっていうと、もちろん日々何か出来事が起きるし、うん、なんかそういう情報っていうのはあります。友達がこういう喧嘩したとか、そういう情報あると思うんですけども、今ほど量が多くないんですよ。今っていうのは、例えばインターネットのまあ、いい影響でもあり、それが悪い部分でもあると思うんですけども、いろんな情報が飛び交うんですよね。例えば、ソーシャルメディアっていうのもそうですよね。一つ、ツイッターで誰かがこういうことをつぶやいた。B さんがこういうことをつぶやいた。いろんな意見とかね、そういう。 まあ情報っていうものが桜のしてるわけですよね。それを僕らっていうのは日々浴びてるわけですよね。で朝起きて、あなたの一日々をイメージしてもらいたいんですよ。朝起きて、まずテレビをつけますよね。まあ、僕はテレビは、僕んちはテレビは貧乏で、まあ、それに嘘なんですけども、テレビはね、ちょっと捨ててあるというかね、テレビはないんですけども、朝起きて、テレビを見てね、その後メールをチェックして、でその後なんかツイッターを見て、ミクシィを見て、フェイスブックを見て、っていうふうに、毎日毎日こういろんな情報をね、知りようとしているうちに、どん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 ,どん自分のね、 本来向かかっっててくくがらなくなってしまうんですよそうでこれが今の現代人の僕は一番の病気だと思ってます僕も今ねそういうのはなくなったんですけど昔かかっていました本当に朝起きてテレビを見てねあなんかすごいネガティブなニュースやってるなんかあ日本ってやばいのかなとかねなんかこうそういうなんか暗いニュースを見てあなんかやっぱなんか世の中うまくいかないのかなって思っちゃったりとかしてたりとかねでミクシー見てなんか友達のこうなんかこう残念な話を見てなんかまたさらにネガティブになったりとかね なんかこう逆に他の例で言うと A さんっていうのがこういう方をした方がいいよって言って A さ,んあー A さんすごいと思って A さんのまねこしたりとかね B さんがいいよって言って B さんのまねこしたりとかしてでそれでどん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 ななんんんんていうのかなどんどんど,んどん自分がん分かんなくなっていっちゃう場,場合がかなり多くてすごく悩んでいた時期があったんですけどもでねやっぱりこうある時期にそういう情報がね多い、まあ、僕自身は師匠との出会いが一番自分との出会いだったんですけども、まあ、その師匠と会って一回情報を遮断しなさいって言われて。 僕は情報を遮断したんですよねで。どういう情報を遮断したかっていうとまず自分自身が毎日テレビを見ていたりとかねその、まあ、テレビを見る時間がなかったりとか Twitter やってる時間が長かったりとかいろいろね情報を仕入れる時間ばっかりで自分が何かをこう発信することを忘れてたんですよねであなたももしかしたら今そうかもしれません例えばワクワクしないとかね何か自分のやりたいことが分かんないですって方はアウトプットする機会が減っていると思うんですよ例えば小学校の時とか中学校校のの時時ととかか中って、 遊んでましたよね、すごく。例えば休み時間だったらジャングルジムでね僕もよく経験あるんですけどジャングルジムでこう登ったりとか何かで、ね、こう鬼ごっことかね教室でやって先生に怒られて「なんかいやー」ーとか言って言って言って、僕かもってんですけど「これからこう」とか言って言われて「僕の持ってないですよ」とかって言っていつも言い訳したんですけど総人の時間になるとなんかその女の子にこう声かきかかったりとか何かそういうなんかワクワクした感じっていうのありますよねそういうのがどんどん大人になる時につれてなくなってくると思うんですよ。 まあそういろいろあるんですけど、その一つが情報がね、浴びすぎているってことがあると思うんですけどでそう、あなたが意図的にアウトプットして楽しかったと思うんですよね。なんかこう自分で飲み会を開いたりとかね、自分で何かこう、例えば音楽の発表、音楽が好きな人発表してる時って一番楽しいわけですよね、人がアウトプットする時はが。で、そういう時が一番輝いてると思うんですよ。例えば、あなたもね、そういう小学校のととか中学校の時とか、部活でね、友達の野球部の子が活躍してる姿を見て、あ、かっこいいなって思ったりするわけですよね。 僕もそういうのすごくあったんですよね。で、やっぱり自分もそうだったんですよ。僕が逆に、僕がバスケとかやってたんですけども、僕のバスケをする姿とかね、そういうのを見て、あ、なんかあいつすげえ頑張ってるなって思って逆に感化したりとか、そういうのがあって、本当に楽しかったんですけども、それはやっぱり時とともに減ってくるんですよ、自分のアウトプットする機会が。で、多分アウトプットすると人にバカにされるとか、そもそも自分のアウトプットを聞いてくれる人がいないとかね、うーん、なんかそういう時間がどんどんどん,どん減っていくと思うんですよね、大学入ったぐらいから。っていうのも、 僕らの日本の教育上で、ね、これは別に教育を恨んでるわけじゃないですよ教育のシステムが先生が一方的に教える授業ですよね基本的に、まあ、僕,の僕も今セミナーやってるんですごく疑問に感じてるんですけどほとんどの今の世の中っていうのがただのインプット形式のものしかないと思うんですよ学校でも先生が一方的に話して終わりセミナーでも先生が一方的に話して終わり、うん、そういうものだとその発信してる人はすごく楽しいかもしれないんですけどもそれを聞いてる人たちっていうのは一瞬だけで終わってしまうんですよね で脳っていうのはやっぱりこう、今僕がお話しした内容っていうのもあなたの、これ別にあなたを否定してるわけではなくてね、聞いてるあなたも多分ね、1日後3日後になったら半分以上も覚えてないんですよね。そういうもんなんですよ、本当に。人間の脳っていうのはそういう仕組みなんで。で、やっぱりこう自分でやったことって思うでもそのためにテストっていうものがここであるわけですよね。自分で学んだことをテストによってどれだけできてるかっていうことある。そう。で、その瞬間にあなたの、何ていうのかな、成長度とかにね、楽しさっていうのがわかるんですよね。そう。 そうだからね、つまり何が言いたいかっていうと是非ねあなたにこれからアウトプットする癖っていうのをつけてもらいたいんですよねもしあなたが例えば今ビジネスやってる方かもしれないし何かね借金で悩んでる方かもしれないし人生さまよってるかもしれないし逆にすごく上り調子の方かもしれないしどんな方かわからないんですけれどもちょっと僕のねこの話を聞いてみてなんか最近ワクワクしてないなとかなんかこうまう、あ、まくいってるんだけどなんか心の底からのこうパッションとかねこう湧き出るようなものを感じないなって方は一度ね 情報を遮断して本当にね、俺のやりたかったことは何なんだろうっていう,うに、まあ、カフェに、僕はカフェとかそういう落ち着く場所に行くことをお勧めするんですけどもで、自分と向き合う時間を取ってみることをお勧めするんですよね。でその時に役に立つのが、そのセルフイメージレポートとね、そのブレインダンプメソッドっていうレポートを、まあ、僕、下にこれ、レポートとしてプレゼントしてるんで、ぜひそれをやってもらいたいんですよあなたに。うん、でこれは、ただ僕が一方的に、あなたにこういうことがやってくださいっていう風うに、なんかこう、 僕の一方的な提案じゃなくて、あなたがワークシート形式になってるんでね、書けるようになっています。できれば印刷してね、その場で書いてもらいたいんですけども、そういうことやってみてください。うん。で、やっぱり情報を入れてるだけじゃダメなんですよね。あなたがまずは脳みそをスカスカにする。世の中の法則でね、出入り口の法則っていうのがありますよね。出口があるから入る。よく,よく出すと入るっていう言葉があると思うんですけどデトックスの概念もそうなんですよね。まず自分の腸内っていうのを洗浄するから栄養をとっていいっていう。そもそもの、 その世の中のねこうルールだかわかんないんですけどそういうものがあると思うんですよねだから先に人に与えるから帰ってくるとかねそういう全てまず出すから入るんですよそうまあこれ本当にね不変のルールというかなんか不思議な法則が世の中には働いていてそういうものがあるのかなっていうのう思うんですけどもそうだそれと同じであなたもまずね自分の中にあるものを出さないといいインプットっていうのはできないわけですよねだからまずは是非ですねアウトプットをしてもらいたいんですよね そのためにも、ぜひですね、ちょっと今日僕がそのプレゼントしてあるよ、ね、ものをしっかりやってみてください。で、やっぱり、ん、なんかね、こう、ちょっとでもなんか不安だなとか思う方もいると思うんですけども、とりあえずやってみるっていう思考が大事です。うん。でやっぱりね、こう、僕もそうだったんですけど、なんかこう、新しいこと始めるのって抵抗があるしね、なんか時間がないし、忙しいと思うんですよね。僕もそうだったんですけど、でも、やっぱりこう、何かちょっと試してみようっていう、その一歩から、どん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 それが連鎖が続いてってね。 自自分自身が大きく変わってね本当ににより良い人生になるまああなたが何を描いてるかわからないんですけどもそういう人生になると思ってるんでぜひですね実践してみてくださいで実践するだけじゃなくてできればそのこれからねあなたがやっていくこととかっていうのを僕のね僕に返信したりとか僕はメールをちゃんと返してるんでねメールを返すようにしてるんでメールをしてみたりとかねうん,なんか感じたこと日々人にシェアしたりとかうんそういう癖をぜひつけてみてくださいいいですか あなたが本当にこれからより良い人生になるためにはぜひねアウトプットする癖っていうのを必ずつけてくださいだからまずよく言うのが例えば目標をね神に書いてみたりとか自分のその理想のね一日を神に書いてみたりとか本当にね制限がなかったんだったらどんな人生にしたいのかっていうことをいつもねあまり僕らって自分に質問しなくなっちゃってると思うんですよね今の時代の人っていうのは僕もそうだったんですけどもそうやっぱり忙しいしね常に何かに追われてるしねでもそこで 本当によよりいい人生ってううのは多分れないと思うんですよね一回自分と一回向き合ってみてね本当に俺が生きたい人生はどんな人生なんだろうかっていうことを考えてみてねそれにぜひ自分をの,そのパッションとかエネルギーとか時間とかお金を全力投球してもらいたいんですよねそう、本当に僕はそれによってね今重足感本当に心の底からね重足感うんいくら稼いだかとかねうんなんかねどんなにいい服を着ようとかねどういう ものをすするなんかこうありますよねそういう世の中的に言われている成功っていうものよりも心の底からの僕は充足感ワクワクしていくそして本当に満たされていくっていう感覚の方が僕は大事だと思うんですよねそういくら稼いでも僕はね不幸な人は知り合いにたくさんいるしうんなんか苦しんでる人もたくさんいるんですよねでもやっぱり僕はこのねこんなに素晴らしい時代に恵まれて生まれてたからこそ本当にね 自分にとっての納得のいく人生満足のいく人生っていうものにしていった方がいいと思うんですよね。そう。だそのためにもぜひですね、アウトプットする癖っていうのをつけてみてください。そうすると本当に今まで気づけなかったね、感情に気づいたりとか、自分自身のね、新たな才能とかね、そういうものに気づけたりとか、いろいろあると思うんで、ぜひですね、うん、あの、そういうのを書いてアウトプットしてね、人に話したりしてみてください。で、アウトプットする人がいない方は、僕でも構いません。 僕にメール送ればちゃんと僕はメールを見てるんでそれでも構わないんでぜひメールしてみてくださいいいですかではねまた明日から、えー、同じようにねこういう動画とね、えー、何かそういうものを提供していくんで必ずねアウトプットあなたが実践してそれを僕に報告するでも何でもいいんでねしてみてくださいで一緒にね成長していけたらと思っていますまあ今日はそんな感じで、えー、終わろうと思うんで結局僕自身が誰だったのかよくわからないと思うんですけども真下にね ツイッターの URL も載せてあるんで、まあ、ツイッターは結構ぼツぼツつぶやいてるんでね、えー、そっちを見ていただけたらと思います。まあ、今日はそんな感じで終わろうと思うんで、まあ、長いビデオ見ていただいて、えー、どうもありがとうございました。えー、ぜひですね、今後とも、えー、よろしくお願いいたします。